ババーン、ゲットしました。ワンダーグーで10パックずつロストアビスとスターバースゲットしたのと、山田電機で1パックずつスターバースとロストアビスゲットしました。他にもね、ポケモン GO とか、あとスタートデッキ100もあったんだけど、今回買ったのはこれだけです。 EV ヒーローズも再販されてるみたいなんだけど、ちょっと変えてないですね。まあ EV ヒーローズ当たりがね、なんか10万ぐらいのカード出るみたいだから、やっぱ人気やばいっすね。まあ、これ買ったのと、あと山田電機で、これクオリティやばいっすよ。ヘドラのソフビ買いました。なんで買ったかっていうと、まあいずれ買う予定だったんだけど、アマゾンより安かったんでね、税込み1694円だったんで、ヘドラ。これクオリティやばいっす。これクオリティやばいっす。後でなんか単体で動画出します。で、ついでにね、ついでって言ったらあれだけど、パゴス。パゴス。まあこれはアマゾンより安かったんで買いました。アギラは売り切れでした。さあ、ポケモンカード開封していくぜ。じゃあまず山田電機の1パックずつからいこうか。ちゃんとねスリーブも用意してます。ギラティナが出た時のために、スペシャルアートのギラティナ。1パック制限だから、まあ残ってるっていうのもあるんだけど、まあ、何よりね、まあ1パック制限だから、うーん、ここで S もダブルレアでも当たりなんだけど、 SR 枠引きたいですね。まあ1パックずつなんで、何度も引いてるけど、一泊ずつなんで、あんま期待はできないっす。でも、SR 枠来い。SR 来たら、もう、爆アドです。爆アドっていうか、まあ、大勝利。こんな感じでね。全ノーマル。まあ、こんなもんっすよ。こんなもんっす、こんなもんっす。これはね、想定ない。まあ、スターバースでキラが1枚でも出てくれないと、ちょっと、なんか山田電機に行ったす、まあ、行った回あったんだけど、ソフビゲットしたからね。だけど、なんかねってね、外れしかなかったのかいってなっちゃうからね。あ、キラ来てる。アルセウスのダブルレア。これは当たりですね。アルセウスのダブルレアは当たり。元取ってはいないかな。どうなんだろう。今、いくらぐらいの相場なんだろうね。まあ、とりあえず、スリーブには入れます。確かアルセウスとかミュウとかはなんかいいんだよね。結構ダブルレアでも。まあ、よかった。アルセウス出たんで。はい。まずアルセウスの、ダブルレアってことでね。さあ次がね、ワングーの10パックなんだけど、多分ね、両方とも新しい箱を開けて、しかも前の箱の残りもあったんで、まあ抜かれてるってことはないと思うんだけど、2箱にまたがってるんで、SR 枠が2枚以上来る可能性もあるし、1枚も来ない可能性があるんで、もうね、博打ですね。そうなんだよな。それが辛いとこだよな。はいはいはい。まあまあ、悪 BR ね。1パック目の当たり枠は悪 BR と。もう狙いはもちろんね、スペシャルアートのギラティナとかね、お嬢様とか、あと、この前僕が出した、ギラティナのウルトラレアとかでも全然いいですね。今ね、これ開けてるハサミがね、段ボール切り用のハサミで開けてるから、なんか開けづらいっすね。いや、ギラティナね、普通に値段うんぬんよりも欲しいんだよね。スペシャルアートのギラティナ。欲しいんだよ、あれ。かっこいい。だから2万で売ってたわけ、中古屋さんで。神戸の買おうかなってすごい思った。2万だっけ、3万だっけな、3万かなんかで売ってたの。3万か、3万で売ってたのか。買いそうになったぐらいだからね。はいはい。まあ一つ一つノーマルカードのね、絵柄がいいっていうのはもう言うまでもないんで、一旦そこは省きますね。今回動画見てる人も何が出るかっていうことが楽しみだと思うんで、1枚ずつじっくり見るのはまあまあまた個人的にということで。まあ SR バックね、20パックなんで、ワンボックスもいってないんで、これ全部の中に SR 枠が1枚でも入ってれば、安心なんだけど、あ、キラ来てる。あー、まあ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 。トリプルレアのドラピオン V スターですね。これはね、当たりじゃないです。はい。そもそもドラピオン自体がね、あんまりね、人気キャラではないからね。僕は嫌いじゃないけど、まあ、あんま強くもないイメージだな、そういえば。ゲームではね。おっと、よしよし。まあでもトリプルレア来ただけマシですよ。ノーマルだけの可能性もないことないからね。ノーマルとレアだけとかね。あ、お嬢様、これね、SR 欲しいね、普通に。まあ、ロトムね、これ持ってるな。結構なんだかんだロストアビス、パック数開けてるからな。スターバースも結構前だけど、開けてたよね。埼玉にいた頃に動画で結構開けた気がします。神戸では引き良かったんだよ。スペシャルセットで引きが良かったから。お、なんか光ってんの、来てんな。来てんな、来てんな。あー、違う、ノーマルレアだ。お、しかもオーロットかい。まあ、いいんだよ。なんでもいいんだけど、ノーマルレアは。
さあさあさあ。いや、SR 枠ね、もうワンボックス近いじゃん、20、まあ30ぐらいっけ、ワンボックス。だから SR 枠1枚は来てくんないと、ちょっとボックス買った方が良かったんじゃないかって、ボックス買えなかったけどね。あの、ワングー10パック制限でした。おー、いいね、このなんか絵柄が。何この絵柄、う。ね。ボックスでは買えなかった。あの、転売対策のため、ボックスでの販売はいたしませんって書いてあった。シュリンク取るとか、なんかわかんないけど。シュリンクは取らないんか。まあ、10パックだからもう、絶対開けて販売しかないよ、みたいな感じでした。他はね、そんなに、あの、店舗数回ってないんで、ピジョットのダブルレア。これはコレクションとして別にいいな。ピジョットは好きだし。ただ、ピジョットの SR とかでちょっと、あ、ピジョンか。あ、ピジョン、ピジョットか。あの、SR とかだときついかな。そう、ドンキも行ったんだけど、ドンキのカードコーナーにはね、ポケカなんもなかった。あとは、まあ、ハードオフは行ったけど、ハードオフはね、ポケモンカードのパック行ってないからね。よし。てか、SR は来てないね。おっと、5時のチャイムが鳴ってます。あ、ミニストの SR ワークでもいいな。SR ワークっていうか SR でもいいな。勝ちで言ったら、あんまないかもしんないけど、ミリストはね、なんか欲しい。やべえ、6時のチャイムになっちゃった。あ、トイプラの動画公開しなきゃ早く。まあいいや。よし。とりあえずポケカ開けてから動画の公開します。ということで、SR は来い。で、RBR ダブってんじゃん。ネギシね。ネギシじゃない。ネジキね。ネジキのね、ハイパー来たんだよね。確か、神戸で。あれ、きつくはないんだけど、まあ、あー、終わっちゃったよ。今、キリンは終わっちゃった。ロストアビス終わっちゃった。あー、スターバースか。スターバースはね、トップがリザードのスペシャルアートかなんかなんだけど、勝ちで言ったらやっぱりね、負けてますからね。ギラティナスペシャルアートに行く。まあ、やっぱりギラティナスペシャルアートがかっこよすぎるんですよ。あ、シェイミ可愛いですね。シェイミはありです。はい。まあ、でも、まあ、ダブルレアなんでね。やっぱリザードは欲しいな。スペシャルアート、今でこそ価値は1万円もすましないと思うんだけど、リザードンって根強い人気あるから、寝かせれば上がるカードだからね、別に。だから、持っといて、損はない、というね。はい、ドダイトス。なんかね、アイテムのウルトラでもいいから、そういうんでもいいから、SR は来てくんないと、こんだけ買って、22パック買ってんのかな。SR とか来ないと、ちょっとね、今トリプルも1枚しか来てないから、ボックスとかロストアビス僕、2枚は箱でしたからね。2枚箱とかあるから、SR2 枚ぐらい、まあ、2枚か、まあ、1枚半ぐらい来る計算になるのかな。スターバースって2枚箱どんだけあったっけ？スターバースなんか、だいぶ前だった気がするんだよな、開けたの。ただ、スターバースってあんま悪くないパックでしたよね。ダークファンタズマとかはちょっと、やっぱり人気、不人気パックかな。1パックの値段も高い割に、高額なカードが出ないから、人気カードが出ないからっていう。あ、ハマナのバックアップ。これも SR カードあったよな、確か。よし。いやー、アルセウス系もな、欲しいっちゃ欲しいんだよな。アルセウス登場した時びっくりしたから、なんかネットでさ、なんか、プレシャスボールに入ったさ、アルセウスが出回ったよね、最初に。うわぁ、ルカリオか。まあ、悪くないカードだけど、やばい。SR は来ないかな。あと5バック。いやぁ、SR は来ないかな。最近引きいいんだけどな、トレカ。神戸に行った時結構良かったんだけどな。マリンカのカード。河野マリカさんのトレカでもね、大当たり引いたし。なんか大谷翔平とか引いたりとか最近結構いいんだけどな。あー、エンペルト。あー、テンション下がってきたね。いやー、ちょっときつい。てかね、ぶっちゃけ SR2 枚ぐらい来るんじゃないかっていう期待もあったからさ。もう2枚はないだろう。あ、まあ可能性としてはあるんだけど、スターバースの方も、ボックスまたがって買ったっていうか、店員さんが出してたから。ただね、ワングーボックス大量にありましたね。チェレンの気配りとかもあんのかな ?SR。ワングめっちゃあったな、ボックス。西ロエと西。あと12ボックスぐらいあったかもしんない。ロストアビスは。スターバースも8ボックスぐらいまだあったかな。昼過ぎに行ったかな ?2 時ぐらいに行ったんだけど、そんだけあったから。まあ、お昼に入荷する可能性があるからね、ワングは。朝じゃなくて。あー、夜の終わる。やばい。ラスト2パック。
最近まあトレカで勝ち続けてたから、まあこんなもんっすよ。こんなもんなんだけど、 SR 枠な、外れ SR 枠でもいいから来てくれないとちょっときついな。美味しい水セットね、なんか絵柄いいね、マーフィーか。あー可愛いね、リオル。なあ、これはやばいな、これラスト1パック。いやー、なんかテンション下がってきたわ。せっかくゲットして今日ワクワクで帰ってきたの。やっぱね、トレカってか、このポケカとか、まあトレカそうか、開ける前が楽しいんだよね、結局。開ける前までは夢がもう無限大だから。あー、なんか光ってんのなくね？あ、終わったー。滝壺あるけど、わー。負けました。今日は負けました。あー。まあいいけどね、ポキがこんだけ開けれたから、はい、大丈夫っすけど、いいんすけど、ただね、これはねっていうね、今ノーマルカードが大量に今こんなになっちゃったから、おいおい。今回の当たり枠、まあダブルレア以上、ダブルレア以上はちょっと見ていきましょうか。ちょっとね、ノーマルカードも一応ね、大事なコレクションっていうか、まあプレイするには必要だからね。だし、まあコレクションとしてはいいんで持っとくけど、持っとくけどっていうか、あのこれ今大事に、あー危ね、カード折っちゃった。見て、ちょっと折っちゃった。折っちゃったけど、まあ折れてないけど、ギリ折れてないぐらい。曲がっちゃった。これはね、真ん中の方に置いていけばね、治ります。まあいいんだよ、ノーマルで。大丈夫、大丈夫。あの、売るわけじゃないから。はい、ノーマルがこんだけになったよっていうね。で、今回の、まあダブルレア以上の枠で言うと、シェイミー V、ピジョット V、ロトム V がダブルで、ドラピオン V スターが唯一のトリプルでした。で、まあアルセウス V。これはね、確かね、なんか、5、600円の価値あるんじゃないかな、多分。なかったかもしんない。ごめんね、わかんないけど。今回は爆死でした。ということで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。あの、トイプラ動画いっぱい出してますんで、あとハードオフ動画とか、あとフリマちゃんの動画とかも出してるんで、まあ、そっちね、結構見てもらえるとありがたいです。この動画にも一応評価ボタンお願いします。それではまた、バイバーイ。まあ、ソフビはまた紹介します。